じゃあ桐生さん、今あら、いい男じゃないの。さ、どうぞ。やり方は簡単です。釜石さんに。わかよし。いいわ、桐生さん。変な声を出すな。桐生さん、そこで女の子がときめくようなセリフをささやくんです。釜石、今夜は返さないぜ。まあ、桐生さんにそう言われちゃったら帰れませんわ。どうだ、こんな感じか。いいと思います。壁ドンで追い詰められた女の子にさらに追い打ちをかける一言ですね。桐生さん、今夜はどこに行きましょう。いや、待て。あら、残念。ああ。とまあ、桐生さん、初めての壁ドンにしてはなかなかでしたよ。